海の劇場、奥は、海遊館休憩所内部階段大阪文化館、天保さんは、大阪府大阪市港区の店舗山ハーバービレッジに、ある美術館。サントリーミュージアムは旧称であり、2011年以降、サントリーは、運営に関与していない。1994年11月3日、サントリーミュージアム、店舗山の名称で、 サントリー創業90周年事業によって、実構築活性化事業施設として開設された。東京のサントリー美術館が、日本古来の美術、工芸品を収集しているのに対して、モネやボナール、ロートレック、ミューシャ、カッサンドル、ホックニーの作品や世界各国の収作ポスターなど、近現代美術の収集、展示を行っていた。 映像美術の展示施設として2028メートルの IMAX ス,スクリーンを要する世界最大級の立体映像劇場 IMAX シアターがあった。2009年8月21日にサントリーホールディングスは入館者の低迷、東西での美術館維持が困難を理由に同ミュージアムを2010年12月26日に閉館することを決めた。なお土地、 建物や展示物などは大阪市に無償で寄贈された。サントリー運営時代に展開していた展示会は83企画、シアターは57企画、来館数は1100万人だった。2012年3月17日から7月16日の期間、当施設でツタンカーメン展が2012年11月24日から2013年2月17日には、 漫画、ワンピースの展示会、小田栄一郎監修ワンピース展現画映像、体感のワンピースが開催された。2013年2月8日、施設の新名称は、大阪文化館、天保山とすることが発表された。同年4月1日から、オリックス不動産が、大阪市と定期建物賃貸借契約を締結し、運営を開始した。ありがとうございます。